何してましたかということで、結構多分ねファンの方はご存知だと思います。私も多忙なのは知っていますが、あえて聞いてみましょう。リアルですね、はい、現場ということで、今年は1月2日からですね、はい、早めにお正月休みが終わりまして、はい、とても多忙なドアラさんでございます。じゃあもう次いっちゃいますね。エニオさんということで、欲しい家電、今欲しい家電ありますか？あ、うんということなんで、じゃあいっぱいありますもんね。じゃあ教えてください、何か欲しい家電を。お、英語を書いている、シックスパッド。あれ、腹筋鍛えます？いいですよね、ま、巻くだけで腹筋が鍛えられるという。欲しいですか？お、じゃあ2020シーズンは進化した感じで、交互期待な感じでいいですか？お、ギュって感じらしいんで、皆さん、はい、交互期待ということでね、もうあと3ヶ月ぐらいしかないですが、すぐ効果が出るといいですね。はい、ということでね、じゃあどうしましょう。淡々とトークが終わってしまったんですよ。何かじゃあ2020年皆さんにまず何かお伝えしたいことありますか？すごい漠然とした質問してしまったんですが、今このパッとひらめいた感じで何かあれば。あー、宣伝ですね、はい。なんかちょっと綴りが怪しいんですけど、はい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 、 YouTube 登録お願いしますということでね、はい、2020年からマスコットさんたち YouTuber になりますので、もう登録してるよって方いらっしゃいます？お、結構手上がってますね、ありがとうございます。じゃあね、まだ登録してないよっていう方はね、このステージの時間の中でもいいのでポチッと押してください、チャンネル登録ね。でも結構再生回数もう いくつか出てるやつ結構再生されてますよね。見たよって方いらっしゃいます？あ、よくいっぱいいらっしゃいますよ。じゃあ見てない方いた。見てない方はステージ中でもいいのでちょっと見といてください。はい、再生数を稼いでいただきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。じゃあ